はい、こんにちは、高見です。筋トレ初心者が30日間で健康になるプログラム、今日はね、12日目です。12日目は二の腕ですね。ここのエクササイズをやっていきます。まずね、四つん這いの姿勢からね、肩の真下に手を置きます。そして肘をね、真後ろに引いていきますね。お尻も後ろに突き出していいので、肘がね、横に張り出さないように、肘は後ろの方向に行く。まずは10回やってみてください。で、もう一つあります。グッとね、お尻を突き出して体をちょっと前傾させますね。ここから手をひねりながら、最後親指がね、上を向くように上げていきます。最後にしっかりと手首を返す動きで二の腕をギュッと絞っていきます。この動きはね、20回ほど行ってください。12日目は以上です。